四季漱石マドンナ大好き松山幸せ未来塾あたたたたどうしたの。いやこの間から腰を痛めてまして。いやあ、はい、また運動してる。あんまり。あんたあれ行きなさいよ。あれとね、朝一じゃなくてね、随一、えピカ一、日本一。松山周一体操で健康長寿を目指そう。訪れたのはあそばふれあいセンター。四季さんいらっしゃい。お、山本さん、はい、塾長に勧められてこちらへ来たんじゃが、ここでは何をしおるんですか。はい、それは見てみてのお楽しみです。この日行われていたのはあそば松市体操グループによる松市体操。週に1回阿蘇田ふれあいセンターに集まって松市体操を行っています。これは何をしおるんかな。この体操は介護予防や健康寿命を伸ばすことを目的に、松山市保健所の理学療法士が考案した松山周一体操です。松市体操は CD ラジカセから流れる号令を聞いて寝たまま行うことができる体操です。松山周一体操、略して松市体操か。なるほどな。四季さん、せっかくなので一緒に体操やってみましょう。いや実は腰を痛めてなくて、あんまり無理はできんぞな。松市体操は痛みのない範囲でゆっくり行う体操なので大丈夫ですよ。どうぞこちらへ。じゃあ右と左交互に10回手を突き出していきます。右からいきますよ。はい、はい、1、はい、戻して、うん、はい、2。なるほど。9、もっと出ますよ。ぐーっと突き出して、はい、じゃあ最後10、しっかり突き出しましょう。これ肩甲骨が動いてるのが分かりますね。はい、こうやって1週間に1回したら気持ちがいいです。普段ね、話さない人も話して、はい、それがまたいいですね。現在松市体操を行っている市民グループはおよそ80グループあります。身近な場所で身近な人たちと毎週続けて生き生き長寿を目指して取り組んでおられます。こちらをご覧ください。健康は力なり。松市体操で元気で長生き頑張るぞ。楽しいね。毎日木曜日楽しみです。2人で仲良く頑張ってます。松市体操を始めてみたい方は、1、松市体操をしたい人を集める。2、松市体操ができる場所の確保。3、CD ラジカセの用意。この3つをご用意ください。初回から3回程度は市の職員が直接体操の指導をいたします。また松市体操の CD の用意や体力測定会も行っています。詳しくは健康づくり推進課まで。塾長、元気になって戻りましたよ。この通り。あら、調子良さそうね。おかげさまでバッチリですよ。週に1回松市体操、おかげで体もピカイチに。誰に頼もうか迷ってたけど、それは良かった。え、さあ行くわよ。え、うちの庭ね、草だらけ。もう行きましょう行きましょう。急に腰が。